鹿島渡船場で借りました。これ無料みたいなんですけど、結構入ったな。リアカー最強説、今から船乗ります。ね、子供が110円 で大人2人の510円と570円買って、はい、あ、ワンちゃんワンちゃん20円、はい、ワンちゃんの券はこちら、ね、リアカーに。どうどうリアカー、めっちゃ軽い。おちょっとおちょっと、うん、結構ギリ重さでな、下りが。あ、じゃあこれカメラ持っててくれん。え、撮ったん。あ、そうなの。県だ、忘れてた。めっちゃ近いんやな、ほんますぐそこや。ほんますぐそこや。で、まあね、こんなことです。めっちゃ近かった。白い鳥居が駐車場ですね。はい、じゃあ行こうか。あ、ありがとう、ありがとう。はいはい。ありがとうございます。何やったっけ、この名前。鹿島、島の鹿。はい。島の、あ、違う、鹿の島。鹿島、はい、行くで。すごいな、このポストがあんねんな。売店も、めっちゃ、いいっすよ。めっちゃ荷物あるし、軽いし。鹿のやつ100円で売ってました、売店で。めっちゃ入ってるやん。めっちゃ得やん。これ、屋根あるで、ここ。ソロキャンプしてある。お前、シャワー室とかあるやん。シャワー室今やってんのかな。うわ、すっげえ。海岸沿いもね、ちゃんとねあるんですよ、トイレとか。遊具あるし、売店あるし。もう子供めっちゃ好きやん、こんな。なんとね、メジロが遊びに来ました、今。こいつですね。怪我してんのかな。急に今空から飛んできました。そこにテントを建てます。いい感じでできました。もう内装も終わった。この感じ面白くない。なんか無人島にこう漂着したみたいなね、この感じで。まあ俺らだけかおもろいと思う。で、後ろ見える通りね、スノーピークのテントで以前動画でも紹介しましたけど、建てまして、で今ちょっと休んでるところなんですけど、この向こうがね、ちょうどあの松山の街中で、そこに北条地区っていうところがあるんですけど、そこから船で5分ぐらいの場所にある非常にのどかな島でございます。で、鹿がいっぱいいるからかどうか知りませんけど、鹿島と書いて鹿島っていう場所ですね。まあ、何よりね、あの松山市内から本当はあのすぐやな、松山の中心地から車で30分ぐらいで対岸の北条の港に車止めて、でそこでチケット買って、で荷物、なんとここでリアカー借りれるんですけど、無料でね。リアカーの運賃もその人間の運賃に含まれてまして、でそれでまあ車は駐車して、まあ、いわゆるライド&パークじゃないんですけど、船で5分ぐらい乗ってここの鹿島までやってきて、でまあ荷物今広げてちょっとくつろいでる。でテントもあの設営したんですけども、何よりあの安いね、ここは。値段がね、大人とりあえずね、駐車場代と渡船込みで、で子供がいくら、200円ぐらい、小学生110円、そんなやつだったっけ。朝の10時か、朝の10時に港着いて、そこから今ここ渡ってきて、で明日の2時ぐらいまで、2時ぐらい、明日の昼の2時ぐらいまでで、総額いくらやった。1300円、510円足す560円足す110円ね。屋根があるね、東屋みたいなところの下で今あのテーブルを置いて、だからまあ雨降っても、まあ、この東屋の下やったら大丈夫やし、まあ、テントはね一応外にあったんですけど、自立式のテントやったら屋根のある東屋にもこう宿泊できるしっていうので、でもちろんあのちょっと今映ってないですけど、向こうの方は海岸沿いの方にはタープ張ってる人とかね、向こうの方でテント張ってる人もいるんですけど、まあ、何よりね、大阪のあのゴミゴミした感じが全くなくてのどかなキャンプ地ですね。でちゃんとあの神社とかもあって、ちょっと後でお参り行こうかなと思ってるんですけど、で裏側にはね、あの鹿島の登山口っていうのもあって、なんか小さい山があるみたいなんで、まあ、登山もできるし、あと何よりもね、あの鹿がいるんで子供が喜びます。あの家族連れめっちゃ多いし、あ、いいね本当に。まあ、という場所に来てるんで、ちょっと今日はね、あの一泊してまた明日帰ろうかなと思ってます。あ、来たよ。え、何これ、チヌ、ね、そうやな、あればっかりかもしれない。こっち来てる、ほらすごい、はい、このガスコンロでやるっていうのはなかなかな。
やん。なかなか履かない足元。